どうも皆様お願いします。今日はですね、リドームのライダースについて皆さんにお話ししていきたいと思います。では早速、行ってみよう。はい、ということで今日はですね、こちらリドームのライダースについて皆さんにお話ししていきたいと思います。で、正直ですね、2日前にリドームの動画というか、まあファッション業界のあり方についての動画を出しまして、で、1日またいでまたね、リドームの動画を出すことにちょっとどうなのかなって思ったんですけども、あまりにも異例なことというか、それこそ激っぱないことが起きてるので、もうこれはもうさすがにね、こうしてちょっと動画を作成させていただいてる次第でございます。というのもですね、昨日の夜10時に、まあリドームのスキニーパンツと、あとはレイヤード T シャツの再販とライダースのリリースを開始させていただきました。で、まあ、10時に開始したんですが、まあ、アクセスが集中しすぎてしまって、こちらの運営側がサイトをいじれなくなってしまったので、一回ね、非公開にさせていただいて、で、しっかりと準備が整った後に10時12分とか13分とかに公開したんですよ。で、そこからですよ、公開してからわずか10分足らずで黒スキニーが全て完売したんですよ。一番最初にリリースした時も30分ぐらいで売り切れたんですが、それとは全く比じゃないほど本当に速攻で売り切りました。で、なんとそれだけじゃなくて、そのライダースなんですが、ライダースも10分から15分足らずで全て全サイズ完売になりました。本当にありがとうございます。そしてレイヤードティーも全て完売しました。いや、もうゲチっぱないっす。本当にゲチっぱないっす。で、現在本当にたくさんの方から再販の声をいただいております。まだね、本当に今後できるかも正直分かってないんですよ、再販が行えるか。けど、まあ、再販できるように今全力で動いてるのでお待ちください。で、さらにですね、今日の動画でご説明したいのがですね、こちらのリドームのライダースについてぜひね、皆さんにお話ししたいことがございまして、というのも昨日 SNS でかなり多かったのがリドームのライダースの値段についてなんですよ。2日前のね、動画でも言わせていただいたんですが、日本で生産されているライダースって10万円超えることがザラなんですよ。洋服詳しい方ならわかると思うんですが、にもかかわらずこちらのリドームのライダースは日本で作られているのにもかかわらずこの値段を実現したんですよ。いや、ほんとゲチっぱないんですよ、この値段って。皆さん想像してみてください。てか、過去のね、今まで見てきたアイテム遡ってみてください。日本製で本革でこの値段のライダース見たことありますか？見たことないと思うんですよ。というか、リドームが初なんですよ。なんなら、これかなり言い過ぎかもしれませんが、僕はこのライダースが革命を起こしたと思っております。だって、日本製でこの値段でこのクオリティを保ったライダースって未だかつてないんですよ。で、しかもこのライダース、わずか10分で全て全サイズ完売しました。で、なんでこの値段が実現したのかっていうのを今日は軽くご説明していきたいと思います。で、まあ、大きな理由としては、まあ、2日前の動画と上げた理由とはさほど変わりはないです。まあ、商社を挟んでない分、工場と直接やり取りをしているので、極限までコストを抑えて、で、最大限に洋服の質にお金を使うことができて、で、値段設定で抑えることができるので、この値段が実現したとか、あとは店舗や従業員を抱えてないので、その分家賃や人件費を払うことがないから値段設定も抑えられるとか、まあ、この動画まだご覧になってない方絶対見てほしいぐらいおすすめの動画なので、よかったら見てください。で、今挙げた、まあ、その2個の理由あるじゃないですか。何もこの2つの理由だけじゃこの値段実現しないんですよ。というのも、さらにさらに大きな理由が待ち構えてるんですよ。で、この大きな理由を今後の動画でご報告させてください。というのもですね、その今までいろんなブランドの洋服を買っていたお客さんとか消費者の方たちが、まあ僕もそうなんですが、目に届かなかったところがあるんですよ、実は。今あるいろんなブランドさんだったりとか、既存のブランドさんたちがあえて隠してたところを、リドームは公開していこうと思っております。じゃあ、なんで他のブランドさんが見せてこれなかったかっていうと、それは見せられなかった理由があるからなんですよね。けど、リドームは自信持って見せれるんですよ。なので、まあ、他の相手もそうなんですが、なんでこのレザーはここまで安くできて、で、なんでここまでクオリティを保てつつ、ここまで値段を抑えられてるのかっていうのを、実際に工場に行って、どんな風に縫っていて、どのようにこだわってるのかっていうのを、今後動画でアップしたいと考えております。はい。なので、他のブランドさんでは絶対にありえないこと、絶対に見れないことを
リドムでは積極的に公開していこうと思っておりますので、よかったらお待ちください。で、本当にこの動画をまだ見てない方、ぜひ見てください。リドムの安さの理由だとか、今のファッション業界について語ってるので、よかったらまだ見てない方ぜひご覧ください。ということで、今日の動画はリドムの再販のご報告だったりとか、あとは今後の予告ですね。なので参考になる参考にならないっていう内容の動画ではなかったんですが、一人のファッション YouTuber がブランドを立ち上げて、どのように皆さんとリドムが成長していって、どのような過程を進んでいくのかっていうのを積極的にこの現時のチャンネルで発信していこうと思っておりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、こちらの動画が良かったら参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、チャンネル登録進んでない方いたら、こちらのチャンネル登録のボタンに対してチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、近況の動画でした。ありがとうございました。いい、それを考慮した値段設定しなくていいんですよ。なので限界まで